バランめっちゃカットしない。はっ、こんにちは、こんばんは、はるけです。今回はエンドオブアンエラバランを使っていきたいなと思います。時代の終わりですね。スキル3、逆足4の選手になってまして、能力は高くなってますね。まあ金から結構上がりましたかね。ペースはプラス10ぐらいされてますね。でもちろん守備力高いですし、フィジカルも強いという風な選手になってますね。でリアクション冷静さもまあなかなかいいと思います。でプレイスタイルに関してはプラスでインターセプトがね新しくつきまして、あとは予測ブロックなんかもあるという風なことですね。でまたプレイヤーロールに関しては全てねプラスになってまして、ストッパーだけプラスプラスという風なことですね。で今回ケメストリースタイルはシャドウをつけて使っていきたいなと思います。じゃあそれでは試合に行きましょう。はい、当たりましたんで行きます。ラファエル・バランです。さあどうか、彼はやれるのでしょうか。エンドマイラ早くも登場。結構もうちょい後かなと思ってましたけれども、だいぶ早めに来ましたねバラン。で今作のエンドマイラのカードはかっこいいですね。かっこええよ。どれだけね、おお、どこにパスした今、どれだけ相手を止めれるかという。あーナイキ、勝て。オッケー、ナイス。いやマジか、ナギ。まあ一応多分左かな、左の先輩にいます。キーパー、さあ頼むぞと。無理か、いよいよちゃんと見てるよ。なんかちょっと重ない、気のせいか。とりあえず1点取ってね、安心をしたい。あ、バラン右？あ、バラン右だわ。何？いや、どういうこと？ちょっとこの試合おかしいぞ。おいおい、カーソルが。バグりすぎ。やばいでしょ。なんか、ロルフォが、やばい。ロルフォのパス。なんかめっちゃ重たいんやけど。ナイスバストーニ。あれどっち、バランどっち、ちょっとこの試合やばい。1点取ろう。選手の動きとあれがやばい。ナイスバラン、いいカット。いや、ナイス。いいよ。ちょっとこの試合やばないかという。タジョール。オフです。完全にオフ。どっち？右やんね、右やんね。オッケーオッケー、右やんね。大丈夫か？ちょっとヘディングのパスが、まあまあちょっとバラン今まあワンカットワンディフェンスしてくれましたんで、ちょっとおかしい気がするぞこの試合は。ほんまに気をつけて。一応 CF やからねこれ。
損いるな相手に。よ、ナイス。いやマジ、あこのカンテのパスがちょっと辛いよね。あれ通してもパジョールで1点やったのに、え取れない。いや動き悪すぎひんか。いやオッケーオッケー、動き悪すぎひん。バストーニも最後全然戻ってへんかったけど、オッケーオッケー、いいよ。やばいよ。あそっちはない。いいよ。オッケー。負けるな。普通に。ん？オッケー、ナイス。オッケー、いいよ。いや動き悪いな。取れた、取り切ってくれ。パジョル、いや反応できんかプラム。取れる？取れへんか。頼むぞ。オッケー。相手はしっかり取るな、そのパスカット。取れないか。取れないの、なんで。いや遅っ。ナイスバラン、インターセプト。あー無理か。うーん、 OK。 バラナイス。トゥラム、いや、おっそう出すの。なんでワンテンポ置いたんや。うん。いや、しっかり取るな。負けるな、これ、普通に。さあどうするか。え、なんでバランさっき左おったよね。うん、こっちも別にちゃんと右になってるよね。絶対おかしい、選手の動き絶対。CF なったらおかしない？オッケー。トランプ。オッケー。いやミスやな、いらんやら、ダッシュいらんぞ。あもういいか。
いや、ロルフォ頑張ってくれ、マジで。危な。いやいや、ロルフォ、オッケー。そこじゃなかったな。バラン、バラン頼む。バランいけるかな、これ。いや、ロルフォンにしようか。ロルフォンにして、あの、頑張ってバラン合わせてくれ。それしかない。めちゃくちゃ読まれてた。取れる。ロルフォン頑張ってくれ。それは大丈夫でしょ、さすがに。おいおい、怖い怖い。パス地獄やな。相手のそのパスは通る？マジかよ。キーパーキーパー、あの相手のあの体勢は通るか。オッケー。ディアビ決めれんか。通るな、通るな。なんであれ通るんやろ。なんで相手のパスは正確なんやろ、そんな。マジか。オッケー。トラムあかんな。もうどういうことなん、マジ。あ、どうしよう。こっちもスミス出す？あれ通っていくか、スルスルと。負けるなこれ多分。バランは悪くないけどね。あぶね。いいよ。ディアビ頼む。オッケー、ナイス。よく決めてくれた。また抜けたけど、よく決めてくれた。もうディアビやな、うちのエースは。で、相手のスミスがちょっと強すぎるわ。完全にロルフォがいかれとる。変わんな、カーソル変わんな。変わんなよ、カーソル変わんなよ。オッケーオッケーオッケー。マジ事故んな。パスが悪い。バランめっちゃカットしない。パスカットは素晴らしいよ。いや、頑張ってくれ、取れる。いや、いいパス出すな、マジで。こっちは取られるな。大丈夫、オーケーオーケー。
いや、よく取った。いや、取れない取れない。ちょっとマジで頼む。いや、オセン。マジでいいとこらへんな。ちょっと怖すぎる。危な。事故がもうやばい。あ。なんやねコマのそれ。ナイス。あ、ディアビー。ディアビー。シュート下手。あ。くぅ、ディアビシュート下手やったな今の。いや、ジョレンテであげるか。ジョレンテであげよう。頼む。あ、落とせ。あるか、まだあるか。こっちはロルフォやな。こっちはロルフォ。頼むぞマジで。強いわ。逆ゴー。あ、いや弱い。ラスト。いや、トラップ悪すぎ。ああ、オフか。トラップ。ロールも入れたけど全然反応せへんかったな。いや、でも CF はちょっと重たいね。一味ちゃうな、やっぱり。どうしよう。カエル選手もおらへんな。うん、カエル選手もおらへんのよね。スミスって、右じゃない、左できんのかな。左にして、ちょっとプレイヤーロール地獄なるけど。ただ、バランは、普通にパスカット。守備助けてくれてる。相手もスミスね。いや、遅っ。なんでこんな遅いの。いや、お、あぶね。遅すぎひん。オッケー。いや、ダイレで打ってー。ナイス。いやいやいや、ちゃうちゃうちゃう。そのままジョレンテよ。カーソラもバケモンやなマジで。奥決めて。オッケー。マジカーソラカーの地獄。パトリがあっこに入ってきてたんか。だからこれ何、パス、あのバズボタンちゃんとやって。今のバランは素晴らしいよ。ナイスだよ。オッケー、決めろ決めろって。ジョタ、あれがジョタをそこまで作る必要がないという理由です。意外と決めへん。やば、オッケー。あれ、ジョタそんなにあの作らなくていいっていうあの理由になってます。意外と決めへんぞっていうところ。逆、あ、ちょっとバランを生かそうっていう風に思いが強くて、それがもう空回りしてサイドチェンジ全くしてへんもんな。ロルフォ、君おか、あ、動き、パトリーいいとこいるわ。君はジョタ、次はオッケーオッケー。
あれ？あ？なんやねんそれ。あれ？意外と終わらへんかったっていうのでジョタが取り返したけど、普通に塗ると取られよったな。またちょっと頼ん、いやジョタ、うん、まあまあまあ決めてよっていうね。頼む、 PK いったら負けるぞ。変わんな、カーソル変わんな。 OK、 出せる出せる。ジョタあるな。よく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 決めた。バラン、バソニカ、オッケーナイス。これは GG かな。 GG です。いやちょっと CF 普通の試合と違うなっていう、強いな。 GG、 バランはよく刈り取ってくれてたんじゃないかなと思います。よかったよ試合的に。で別にそんな貫通とかなかったし、うん、インターセプトのプラスも効いてたんで、やっぱバラン強いなっていう。今作はね、金でなかなか能力自体が弱いから、まあ使われてはいなかったですけれども、うん、このカードで一気にメタセンターバックの仲間入りね、したんじゃないかなと思いますね。まあ個人的には、なんかちょっとディフェンダーの選手おかしいなっていう、動きおかしいなっていう試合の中ではよくやってくれたんちゃうかなと思いますんで、まあ値段は35万ぐらい、ちょっと高いかな。でも2個と比べるとね全然いいと思うし、まあもちろんアップグレードとかはないけれども、うん、12月とかまでは普通になんか使えそうな気がしますね。あとはケミですよね。やっぱチームは難しいけど、まあセリエやフランスっていう風なことで、まあ自分もね使ってる、まあ結構セーブしてくれたメニャンとも合うし、あとはテオとかも合うし、またトゥラムとかとも合わせやすいんで、全然ね、うん、セリエだけど混合スカット組める選手かなと思いますんで、ケミにね困ることっていうのはそこまでないと思います。まあ本当に、うん、価値はあるかな。普通に35万、まあ1から作るのはちょっとどうかとは思いますけれども、20万以内で、作れるんだったら非常にねいいセンターバックになるんじゃないかなと思いますね。ぜひね気になる方は作ってみてください。よければチャンネル登録高評価お願いします。それではバイバイ。